は実際のところどれぐらい合否に影響してくるのか、他の小論文と比較すると、次第の中ではやっぱり、長々説明すれば誰でもできるわけですよ。でもそれをコンパクトに言ったらどうなのみたいな。慶応の小論文の3つのスタイルみたいなものがあるじゃないですか。試験の時に話し出しながらやってましたからね。まず友達に見せるっていうのが一番いいかな。価格発表、こちらプラチナルールがですね、税別1300円。始まりました。マチェチャンネルです。さあ、今回はですね、平瀬谷早稲田国塾代表の平です。そしてパン、皆さんどうもこんにちは。現代文小論文の言論会の柳生です。現代文小論文というと、言と論がちゃんと入ってます。だから言論会違うんですよ。実は違うんです。で、なんでこんな名前にしたかっていうと、現代の諸問題を論じる力を身につける会なんですよ。予備校らしくないです。なんで。さあ、柳生先生、慶応の小論文に焦点を当てた話をしていきたいと思うんですけれども、こちら柳生先生出してます世界一わかりやすい慶応の小論文語学講座、角川から出てますんで、ぜひちょっとお手に取ってみていただきたいんですけれども、今日柳生先生がこちらの本の中でもよく語られてると思うんですけど、慶応の小論の対策に関してちょっとお話を伺いたいと思います。で、まず慶応の小論文なんですけれども、今一つちょっとつかみどころがない科目だなっていうのが受験生たちの相談として一番あるもので、難易度とか量とか、こういうのって他の大学と比べてどんなもんですか、慶応の小論文というのは。他の小論文と比較すると、次第の中ではやっぱり一番難しい。難しいと思います。小論文の難しさってやっぱり何なんですか。小論文の難しさはまず課題文の長さ、そして抽象度の高さっていうところがまず一つですね。読解力がすごい問われるというところで、あとはそれに対して回答するっていうことなんですけども、慶応の場合は結構字数が短い場合が多いんですよね。SFC とか法学部は結構字数あるんですけども、それ以外のところは結構短いので、本当に要点をついたところだけパッパッパッって答えていかないと、結構ちゃんと答えなきゃいけないことが収まらない。小論文の悩みって何書いていいんだろうみたいなところで、短く終わっちゃうよみたいな方が多いのかなと思ってたんだけど、意外とあの中で収める方が難しいんですね。そうですね。短いところに収めていくっていうところが慶応の小論文の一番の特徴ですね。で、これなんでかっていうと、東大にしても一橋にしても割とこの関東の難関国公立大、結構回答欄がちっちゃいんですよ。なんで要はこういうことでしょみたいな、コンパクトに言う力が求められてるわけですよね。つまりこういうこと、つまりこういうことでしょ。長々説明すれば誰でもできるわけですよ。でもそれをじゃあコンパクトに言ったらどうなるのみたいな。要はっていうやつですよね。で、それができるのが、難関国公立に受かる人で、慶応は多分そういう人が欲しいんでしょうね。じゃあやっぱり昔から言われてるように、やっぱり慶応の入試を見ると、確かにこれはちょっと国立の滑り止め軍団を求めてるなみたいな感じはありますかね。そうですね。やっぱり東大一橋から結構出てると思いますね。東大はね、英語もようやくありますからね。そしてなんといっても字数が足りないっていうのがやっぱり短いっていうのが特徴ですからね。そうですね。一緒ですね。森田先生とかは慶応の文学部出身なんですけど、文学部って多分慶応の小論文の中でも一番重めな方なのかなっていう印象がなんかあるんですけど、一番なのに重めなんですね。まあ一番重い方なのかな。方がついてるから大変だったなみたいなエピソードあります？これもいつも授業で言うんですけど、試験の時に鼻血出しながらやってましたからね。どういうこと？初めて栄養ドリンクでもう緊張しすぎてご飯食べれなかったんで、お昼の時に2本目飲んだら、もう午後の小論文は鼻血出てた。赤い服をね着てたから大丈夫だったんですね。あとでもやっぱ現代文やってたから読めたっていうのはある。柳生先生にじゃあここでもう一個ちょっと慶応の小論文について大きな、もうこれ昔から都市伝説の一つかもしれないですけど、慶応の入試において小論文っていうのは実際のところどれぐらい合否に影響してくるんだみたいな、いろんな噂が昔からあるんですよ。例えば英語と社会が実際のところは見られてて、小論っていうのはあんま見られてなくって、本当に惜しいやつが2人いた時にどっち取ろうかなみたいなところでなんか適当にこっちを上にしてみたいな感じなのかなとか、裏口入学のためのダミーなんじゃないかみたいなとかね、小論文の点数をガッて引き上げてみたいなね、いろんな噂が昔からあるんですけど、柳生先生から見て慶応における小論文というものの重要度っていうのは実際のところどうですか？大学って生徒のレポートなり論文なりを教授が読んで、でそれを評価していくわけですよね。ってことは生徒の文章を大量に読まなきゃいけないわけですよ。文章をいっぱい読めば分かりますけど、こいつの文章を読みたくないっていう人って実はかなりいるんですよね。小論文を見ればこいつの文章1年間見続けるのかと思うと嫌だっていうふうに思う文章ってあるんですよ。それはもう何かっていうと、もう日本語が崩壊してたり何言ってるか分かんねえよっていうふうになってる文章ですよね。なんでそういう人をこうカットするようには使ってると思います。ああ、そうなんですね。はい、早稲田のスポ科とかだったと、はい、まあ以前のスタイルですけど、はい、国語と英語の点数とか小論文以外の点数が一定のラインに達してなかったらもう小論文見もしませんっていう感じだったんですけど、慶応の方はどうなんですか？SFC はそういうふうに言われてるんですね。はい、ああ、なるほど。SFC はやっぱりまず英語と数学で基準の点数いかないと、もうそもそも小論文見られないっていう、あ、そういう形になってるんですね。はい、なるほど、分かりました。じゃあ結構意外とちゃんと見られてるよっていうような見解ということでいいですかね。そうですね。ちゃんと開示すれば点数も出てきますんで。なるほど。分かりました。やっといた方がまあ大学入ってから楽です。楽ですよね。記述できるかどうかっていうのは。そうですね。僕はそれでいっぱい A 取りましたから。やっぱ小論文やってたから取れたなっていうのは。そうですよね。もう僕も大学に入ったレポートとか論文とかもう一切困らなかったですからね。それが大きかった。授業出てなくても単位が来るのはこのおかげだと思います。これですよ。はい。では次に、こちらの本でもお話しされている、慶応の小論文のこう3つのスタイルみたいなものがあるじゃないですか。はい、それについてちょっとこう伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあまず論理型、データ分析型っていうのがこうあるんですけれども、はい、まあこれ基本的に突き詰めると読解型ですね。論理的にちゃんと読めるか、でデータ、資料をしっかり読めるかということで、読解力が問われるタイプの問題があるんですけれども、まあ、これは基本的にほぼ全学部共通で出てきます。あ、課題文があって資料があってみたいなんですね。そうですね。例えば文学部だったら問いが2つに分かれてて、前半の問い1の方は完全に読解を聞いてます。で、まあ、法学部はまるっと1000字なんですけども、前半の方で400字で要約せよっていうのがあるので、やっぱり読解力っていうのは問われてます。で、あとは経済とか、あるいは SFC になると、まあ、資料もデータとかも含めてちゃんと読めるかっていうことなので、まあ、まず最初はしっかり読めてることを問う形ですね。で、次2つ目は議論型っていう形があります。この第3章にあるやつですね。はい、で議論型はこれ従来昔からすごくよく説明されていた形ですね。まあ、例えばイエスとノーっていう2つの意見があった時にどういうふうに議論していくかっていうことですね。要は相手をいかにして説得するか。ここで根拠を述べて、ここで具体例を述べてっていう感じで説得していくタイプのものがこの議論型っていうやつですね。で、まあ割と従来の小論文の型っていうのはこの議論型ばっかりだったんですけど、割と新しめのものが問題解決型っていうものですね。複数資料のものは結構問題解決型の場合が多くて、でこれは何かっていうと、まあ、まず問題を発見しなきゃいけないんですよ。問題点を発見して、その原因を分析して、でその原因を取り除く形で解決策を提示するっていう形があります。なんか難しそうですね、問題解決型はね。問題解決型結構難しいと思います。やっぱり SFC とかで出てるんですかね。そうですね。 SFC と経済が多いから、法と文はやっぱり議論が多いですかね。僕1年ぐらい実はちょっとこう慶応のクラスを持ってたことがあるんですよ。小論文を見るので SFC の採点とか添削をするのが結構大変だったんですよね。あれ大変ですね。なんでかっていうと SFC ってこう起業家を養成したがっているような学部というか、論理力ももちろんいると思うんですけど、発想が柔軟じゃないと難しいのかなっていうふうな印象だから、結構問題解決型はすごく僕はちょっとトラウマがあるんですけど、どうですかね。はい、そうですね。発想が求められるっていうのはもう確かにそうなんですけども、ちゃんと問題発見して原因分析してっていうふうにやってったら、おそらく解決策って出てくると思うんですよね。で、実は問題解決型ってその解決策がやっぱりオリジナルの解決策であったり、アイディアが必要っていうふうに思われるんですけども、実はその一歩手前の原因分析が正確かどうかっていうところが重要なんですよ。で、原因分析に関して言うと、実はもう与えられた資料を見れば原因がしっかり分かるんですよね。それがちゃんと読めるかどうかが実は勝負。なるほど。それでいうとやっぱりこの問題解決型に関しては、こういう慶応の対策をした本じゃないとこう SFC 目指す人なんかは対策大変かもしれないですね。そうですね。あの学部は特にね。 SFC はやっぱり変わってるというか、もう突き抜けてますからね。ですよね。英語もそうですし、なんだってまあ学生たちもそうですからね。変わってる人が変わってるとか、日本の枠組み内では変わってるけれども、アメリカとかの世界的な枠組みで見ればできる人が多かった。じゃあ柳生先生のこういった本とかも含めて、小論文の勉強とかね、もう現代文のところからコツコツやって、でこう1ヶ月ぐらいでこちら完成させましたってなったら、いよいよ過去問とかはね、あと行きたがると思うんですよね。国語とか英語とかさ、数学とかそういうのって、まあ過去問をどうやるのみたいな、ある程度イメージわかりやすいと思うんですけど、小論文ってどうしたらいいと思いますか？過去問って。いや、まずは解くことですよね。まずは解くことですね。この慶応の小論文はもう基本的に全部慶応の過去問で作られてるんで、これ一節やれば過去問に対応できる力はつくと思うんですよ。結構ね、収録の本数もありますもんね。はい、そうですね。なんで、まずこれやってもらったら、次は過去問、しっかり問題解くっていう感じですかね。制限時間設けて。で、書いた答案をどうするか問題はありますよね。そう、ここなんですよ。はい。これはですね、僕よく言うんですけども、まず友達に見せるっていうのが一番いいかなと思います。意外。結構友達、こんなの分かるのって思うかもしれないですけど、友達ぐらいが分からないとダメですよ。誰が読んでも分かんないです。はい。なんか結構意外に思われるかもしれないですけど、すごい知識のある人じゃないと読めない文章っていうのがいい文章だと思ってる人いるんですよ。例えば現代文でも難しい文章出るじゃないですか。で、知識のある人じゃないとこの文章読めませんみたいな、そういう文章がいい文章だと思ってる人いるんですけど、実は違います。この辺の文章はダメな文章です。はい。だって説明が足りてないわけじゃないですか。分かんないってことは。分かんないですね。はい。だから初見で普通に高校生が見て、あ、この文章が言ってることは分かるよっていうレベルの文章が分かりやすい文章なんですよ。なんで友達に見せる。ここで培った力を身につける上で、なんかこう柳生先生のおすすめのコツみたいなのあったりしますか？何回も読むぐらい。読むぐらい。結構これ繰り返しやるっていうのも効果がある。はい、そうですね。結構僕のかつての生徒たちで多いのが、これ一回読んだだけで突っ込んで受かりましたっていうのは結構です。はい。あ、そうなんですね。多分これ一回読んで入試に行くっていうのも全然 OK じゃないかなと思う。これに関しては結構良すぎるんで、何をどれぐらいやるといい答案で、どの程度だとダメな答案なのかっていうのが結構感触がしっくりくるんですよね。だから答案それこそ自分で作ってて、このぐらいじゃ多分ダメだなとか、このぐらいのことが書けてたら大丈夫だろうとかで、そのための必要な要素とかもちゃんとここに盛り込まれてるから、結構ちゃんと復習繰り返すことで、このぐらいなんだっていうのが定着してくるかもしれないですよね。そうですね。でもお高いんでしょ。そこが皆さんやってまいりました。価格発表、こちらプラチナルールがですね、税別1300円、こちら世界一わかりやすい慶応の小論文がですね1800円、2つ合わせて3100円、3500円切ってるんですよ。なんで安い方から言ったあのね、予定してなかったからさ普通1800、1300じゃないの。なんで安い方から言った。さあ、そんなね、もう概要欄に貼ってあって、もうこれ売り切れじゃないかなと思うんですけども、鉄壁が一瞬で売り切れましたからね。そうなんですね。うちいっぱい売り切れ出してます。いや、素晴らしい。忖度じゃなくて、これしかなくないっていうふうに本当に思える本だったんで、ちょっとぜひ今日は柳生先生に来ていただけたらと思って、ありがとうございました。ありがとうございました。